ブロックチェーンデイリーニュース2024年2月16日、ビットコインは一時5万2000ドルを超え、時価総額は1兆米ドルを超え、金から資金が流出していたほか、パウエル氏は下院民主党と非公開会合を開き、安定通貨の枠組みを構築する必要があると明らかにした。水曜日、ビットコインの時価総額は2021年後半以来初めて1兆ドルのマークを超え、テスラ、TSMC、イーライリリー、バークシャーを上回り、世界で10番目に価値のある資産となったが、分析によると、ビットコインへの流入はこれまでになく多かった。TETF の流出を犠牲にして受け取ったとみられる。水曜日、ビットコインは再び上昇し、セッション中に一時5万2000ドルを超え、2年以上ぶりの新高値を記録し、その市場価値は2021年後半以来初めて1兆ドルの大台を超えた。同時に、現地時間火曜日、連邦準備制度理事会のジェローム・パウエル議長が下院金融サービス委員会、FSC で民主党議員と非公開会合を開き、匿名を条件に関係者が明らかにしたところによると、パウエル議長は議員らに語ったという、私たちはステーブルコインのフレームワークを開発する必要があります。彼はこれを非常に支持しており、この作業が終了するのを見て嬉しく思います。金融ブログのゼロヘッジは、誰もが NVIDIA の台頭に注目している中、ビットコインの市場価値は静かにテスラ、TSMC、イーライリリー、バークシャーハサウェイを上回り、世界で10番目に大きい、最も価値のある資産になったとコメントした。ビットコインの24時間の上昇率は 6% 以上に達し、コインメトリックスのデータによると、その日の最高値は2021年12月以来の高水準である5万2079ドルに達したことが示されており、それ以来、ビットコインの上昇はある程度まで回復している。時価総額は1兆ドルを超えました。ビットコインに牽引され、デジタル通貨コンセプト株、ブロックチェーンコンセプト株は全般的に上昇し、カナンテクノロジー ADR は 19% 以上上昇し、インターネットセレブリティ証券会社ロビンフットは 16% 高で取引を開始し、2022年8月以来最大の日中上昇となり、ハット8は 12% 上昇し、大量のビットコインを保有するマイクロストラテジーインベストメント MSTR は 11.8% 上昇した。1月11日にビットコインスポット ETF が初めて取引を開始したとき、その日のビットコイン価格は一時4万9千米ドルを超えたが、投資家が利益確定して様子を見ていたこともあり、数日のうちにビットコインは1万米ドル以上急落した。ETF のパフォーマンスが好調だったもう一つの大きな理由は、FTX が10億ドル近く相当のグレースケールビットコイントラストの2200万株を売却したことだ。数日間の調整を経て、ビットコイン ETF は上昇トレンドを再開しました。スポットビットコイン ETF の上場は市場の促進に重要な役割を果たしました。投資家心理はより前向きになり、ビットコイン市場の需要が増加しました。クリプトクーアントのデータによると、ビットコインへの新規投資の 75% 以上がこれらの ETF を通じて行われており、スポットビットコイン ETF が1月11日に取引を開始して以来、約95億米ドルの新規資金がこれらの ETF を通じてビットコイン市場に投資されています。火曜日には6億5100万ドルの流入であり、スポットビットコイン ETF の立ち上げ以来、1日としては最大の流入となった。火曜日、ETF 発行者は1万2000ビットコインを要求したが、毎日900ビットしか生産されておらず、これは需要が新規発行の供給を上回り始めていることを意味している。グレースケールのビットコイン ETF は、ビットコイン ETF の上場初期に大規模な資金流出を経験し、市場心理を抑制したことがあるが、現在ではこの部分の資金の引き出しも大幅に減少している。しかし、分析では、ビットコインが受け取った資本流入は、TETF の資本流出を犠牲にして行われたようだと指摘され、今週の米国 CPI データの発表前に、投資家は先週、TETF から8億5800万ドルを償還し、これまでのところ金流出となっている。今年は32億ドルに達しました。4月に予定されているビットコインの4年に一度の半減期も、仮想通貨コミュニティに楽観的な見方を引き起こしている。半減期は、
ブロックチェーン取引を検証する強力なコンピューターを動作させるためにマイナーが受け取るビットコインの数を減らすだろう。過去の経験によれば、この出来事はしばしば要因とみなされているビットコインの価格を支えています。歴史的には半減期の後、ビットコインは今後数ヶ月以内に史上最高値を更新する予定であり、ビットコインは2021年11月10日に 68,982.20 ドルの史上最高値を更新しました。